にちは、白井ミュージックの白井としみつです。今回ご紹介するのはこちら、パイステのですね PSTX、こうやって穴が開いたシンバルです。あの一部ではハスコラとか言われながら、ね、この穴感が僕は大丈夫なんで。で、まずこちら10インチのスプラッシュなんですけど、スイススプラッシュ10インチで、こちら14インチのスイスフランジャークラッシュという形で、まあ、これがちょっとエフェクトシンバル、エフェクトシンバルした感じかな。フランジャースプラッシュとこうちょっとこう反ってて、さらにうねうねってしてるっていうね感じです。で、これがまあ普通つや普通なのかな。スイスシンクラッシュの16インチとこちらが14インチになります。ではですね、まず音出していくんですけど、今回ちょっと思想長いです。どうしてかというと、これ単品叩いた後にあの重ねるっていうのもね、いろいろ試します。で、こいつをこいつに重ねて、こいつをこいつに重ねてとかね、いろいろやりますので聞いてみてください。We'll be right back.
しょうか、いろいろ重ねたりしてみたんですけれども、割と音量がある。こういう風にですね、ちょっと穴が開いていて、で値段もそんなに高くないんで、もしかしたら割と音量が小さいんじゃないかなっていう風に、思っていたんですけど、割と音量もしっかりあってバランスが取りやすいですね。この10インチのスイススプラッシュと14インチの、スイスフランジャークラッシュですね、重ねた時のこの歯切れのいい、感じとかすごく僕は好きでした。あとですね、もちろんこの小さいのを下にするとかも含めていけばものすごいバリエーションはたくさんあるんですけれども、まあいろいろ個体差とかもあると思いますので、なんか2つぐらい買っていろいろ試すといいのかなと思います。おすすめはこのスプラッシュとフランジャークラッシュかな。で、この16インチのスイスシンクラッシュ買ったら14インチも欲しいかなみたいな。これとこれペアで、これとこれペアで考えるといいかもしれませんね。僕としてはすごい大好きなタイプの、エフェクトシンバルで、値段もね、抑えめで、手に入れやすい価格帯ですが、きっとですね、いつものことながら、初回とかの数は少なそうなので、早めにゲットした方が、いいかもしれません。ということで今回ご紹介したのはパイステの PSTX、10インチスイススプラッシュ、14インチスイスフランジャースプラッシュ、16インチスイスシンクラッシュ、14インチスイスシンクラッシュのご紹介でした。白井ミュージックの白井俊光でした。